チさあということでクライマックスシリーズファーストステージセ・パともに初戦終わったばっかりですっていうね、えー、ところでまあ、まずはね、えー、パ・リーグから、えー、解説していきましょうということで日本ハム対ロッテ、ね、エスコンフィールドで行われましたというところで、えー、両先発日本は、まあまはあ、予想通りの加藤っていうねところでしたけども、えー、ロッテはなんと佐々木朗希先発っていうね、えー、ところで。えー 今年のね、データで言えば、ニップハムに相性悪いと。まあ、その中でね、フォアボールが多く、ワイルドピッチが多く、えー、そして、足を絡められているっていうところで、まあ、そこがね、どうなるのか、ね、佐々木朗希をソフトバンクに回すのか。 はたまたね、えー、過去のデータ関係ないと、成長力でね、佐々木にかけるというところで、小、うん、島、佐々木でいくのかというところで、まあ、初戦はね、小島かなと思ってましたけど、まあ、新庄監督のね、監督会見でも、江戸島投手じゃないんだね、みたいなね、えー、感じで言ってましたけども、まあ、吉井監督は佐々木朗希に責任感を与えるためにもとね、えー、言ったところで、まあ、先発を任せてどうなるのかっていったところで、まあ、結果的に言えば佐々木朗希、8回百十二球、五安打九三振、二、え、四、ー、球、無失 失点っていうところでピチンね、えー、いいピッチングっていうね、えー、ところもありましたし日本ハム先発、加藤6回3分の171球、8安打4三振無四球に失点というところでこちらもピチねッピ、まあ、データ通りだね、この、えー、加藤に関してはね、えー、ヒットは打たれるけども。えー 失点を許さずっていうところで、えー、クオリティスタートも、まあ、今年ね、えー、7先発して6クオリティスタート、まあ、今日の試合もねクオリティスタートっていうところでね、えー、しっかり自分のピッチングができたっていうところを考えるとね、ねこれはもうね、えー、攻められない、まあ、打線がっていうところだったかなというところになります。まあ、この試合でやっぱ一番のポイントはね、まあ、初回だと思うんだよね。日本はも初回の攻撃、えー、先頭、浅間がフォアボールだからここら辺ボールを見ながらね、えー、しっかりね このフォアボールを多くして足を絡めてね、作戦で勝ち切っていこうっていうところで、で、すぐさまね、盗塁するんだけども、ここで浅間が盗塁タッチアウト、ね、えー、スライダーだったと思うんだけども、佐藤都志也もね、取ってから早かったし、若干ね、えー、ファースト側に送球はそれだけれども、そこ、ソードのね、トムスギがうまいことタッチしてタッチアウト。これがね、多分この試合の一番のキーポイントのね、流れを変えたからと。 でそのると、ね、清宮もフォアボールになるけどもレイエス三振、グッジサードゴールと、ねまあ、続かず1イニングにね2つのフォアボールを出したけどもそこを日本ハムがつけなかったこれがね、大きく佐々木朗希を、えー、立ち上がらさせたっていうところもあるしこの1年間やってきたこの日本ハムの佐々木朗希対策っていうところがうまくはまらなかった、ね、はめ込めなかった、ね、想定的には2四球でね、思い通りのところはあったけども盗、まあ、塁に立っちゃうとこれがね、えー、大きかったかなっていうね。 まあ、その中でね、まあ、ロッテもね、結果的に言えば、 えー、おぎの1アンダー、えー、藤岡2アンダー、そして、えー、藤原1アンダーとね、まあ、相性のいい選手たちがね、結果的にヒットを打ったなっていうね、えー、ところもあるし、まあ、ボランコもね、2アンダーっていうところで、えー、パリーグの中ではね、2番目に高打率をで、収めてるっていうところでは、まあ、数字通りの、えー、活躍。まあ、その中でね、えー、中村の一発っていうところがね、効果的に効いたかなっていうね、えー、5回先頭の中村がね、初級甘く入ってきたところをね、振り抜いて、まあ、ギリギリだったけどね、下って レフトスタンドでホームラン。ね、ここで先制。え、そして次、友杉がね、三塁戦、ツーベースっていうところもあるんだけども、こう、サード、清宮ね、まあ、サード、軍事か、清宮っていうところになって、まあ、郡司も今年ね、エラーも多いし、守備率も低いからね、まあ、どちらか絶対いいっていうところもないけども、初回のね、えー、小木野のサードライナー、まあ、 触ってるからね、グローブね。ここ、清宮も取ってほしいっていうところもあるし、この5回のね、表の、友杉のレフト戦ツーベース。これはやっぱり処理しなきゃいけないんだよね。若干、あの、脇の下抜けていったからね。あれは処理しなきゃいけないなっていうね。で、まあ、ここね、結果的にエラーになってないけど、守備2つね。ここら辺、やっぱ短期決戦ね、こういうミスイノシトになるからね。で、ここでツーベース。で、藤原がね、送りバンドを決めて、ワンアウト3塁から。 なんと初級に荻野がスクイズ。で、ここでね、えー、加藤ね、えー、多分チェンジアップだったと思うんだけども、まあ、低めね、ワンパン。これ多分偶然だと思うんだよね。低めワンパン投げて、それをね、バンと空振り。で、伏見がしっかりブロッキングしながら3本間に挟んでアウト。伏見。あの、冷静にね、ワンパンを止めて、ランダムプレイになってアウトはね、非常に大きかったし、逆にもう策としてはね、良かったけどね、結果的にはまらなかったっていうね、ここでもう一点っていうところは両チームにとっても大きかったからね。 この荻野のスクイズ、ね、たまたまワンパンになったねできなかったっていうねまだ流れがどっちつくかわからないなっていうような展開でしたけどねまあその中でねねこのね5回裏ね、ね取ってね、えー、1点取られた後に万波のショートのア,イアンダーここね友杉、スーパープレーでねよく取ったけどねまあファーストギリギリセーフでこの後松本を送りバンドできないのよね結局、送りバンドファー,ドファールで2ストライク追い込まれてバスターにして5四4 3ダブルプレーバッと。でこうもう やってきたことが全くできなかったよね。細かいところね。このもう中途半端にバスターするんだったらもう打ちに行った方が良かったし、それだったらもうスリーバンドで良かったんちゃうかって思うけどもね。だから今日ね、日本はもう後期でダブルプレイがめっちゃ多いんだよね。4回裏もね、先頭レイエスね、ライト前ヒット入れたけども、軍事レフトフライですんだけず、上川で463ダブルプレイっていうところもあるしね。7回にはね、えー、ポランコが先頭でね、2球目のスライダーをね、 センターバックスクリーン横に2点目のホームランというところでね、ポランコはね得点圏では打たないけども、こういったところで一発ありますよというねところでいって、7回裏もね先頭レースがレフト前で続け出るけども、軍司、上川畑、万波が続けずというところもあるしね、8回もね水野、水野もねロッテ戦相性いいというところでヒットが出るけども、続かず。ね で、9回にはね、えー、戦闘が清宮っていうところで、鈴木翔太を一人出して抑えて、で、レイヤスからマスダでね。 えー、レイエス、軍事を抑えるっていうね石橋を叩いて渡るリリーフね短期決戦ならではの起用法っていうところでロッテが勝ちきったっていうね、えー、中ではロッテとしては、ねまあ、先発が、ね、抑えてロースカーの展開持ち込んでいってしっかりそれを勝っていく、まあ、まさかね2発のホームランで勝つとは思わなかったけどもいい形の流れ日本ハムとしては結局やっぱりやりたい野球をできなかった盗塁アウト、ね、フォアボールを生かせない先頭出るけどもダブルプレーバンドが遅れないっていうところで、まあ、記録上ミスっていうところは はないけども全体的にはちょ,ちょっと小さい小さいミスっていうところがねこの0点というところにつながったからあとはまあね先発、佐々木朗希、ね全体まあ、これ今年シーズン中ねうまく日本ハムにやられてねいい成績残してないというところで相当スコアラーも含めて勉強して研究したと思うんだよねでそこら辺はね佐藤投手のリードも含めてよかったかなと全体的にスライダー、変化球結構多くて変化球でカウント作って最後ストレートでドンと。 えー、いう形の配球がね結構多く見えたから、まあ、そこら辺、日本ハムもやっぱストレートっていうところに意識が高かったんじゃないのかなとだから変化球全く対応できずっていうところでね最後のまっすぐとまっすぐ勢いつけされて変化球っていうところで、えー、非常にカウント取りのね、えー、変化球に手を焼いてそれを仕留めきれなかったかなとでそこをみなさ佐藤敏はも含めていいリードもできたし佐々木朗希もねその変化球の、えー カウント率っていうのがどんどん仕入れ上がりに良くなっていって変化球で追い込んでまっすぐドンっていうね、えー、このまっすぐドンで変化球じゃなくて変化球でまっすぐドンっていうね。 えー、このバリエーション、コンビネーション非常に良かったかなっていうところが、まあ、日本ハム打線、ね、仕留めきれなかった、えー、ちょっと思惑通りいかなかった今までと違うかったのかなっていうのは、ねえー、見てて思いましたまあねロッテ,ィスタイステシ、久石選手で明日の予告先発はね、えー、ロッティは順調の小島日本ハムが金村っていうところで山崎幸也で来るのかなと思ったら 金村、まあ新庄監督はね、日本シリーズに行けなかったら、ファーストで負けても、ファイナルで負けても一緒っていうね、えー、ところで、まあ、非常にいい考え方のね中で、このね、日本シリーズへ行くローテーションっていうところをつなげてると思うんでね、まあ、どうなっていくのか、まあ、ロッテとしてはね、いい形になったんで、ここ一気に波に乗っていきたい。日本ハムはまあね、まあ、初めてね、S コン開催、初めてのね、 このクライマックスシリーズ出場の選手もいると思うけども浮き足だって焦って飲み込まれたら終わりですよっていうねここで一発もっと気合い元気出してねごはんお祭り騒ぎでいけるかどうかが明日のポイントになると思います。というところでね初戦、ロッテの2対0ねピッチャーを抑えて最初得点で勝ち切るロッテとしたら完璧な勝ち 日本ハムとしてはちょっとミスが気になるようなね、え、巻き方だったかなと思います。さあ、続いて、セリーグのクライマックスシリーズ、阪神対 DNA、3対1で DNA の勝利というところで DNA、グッケー。ね。まあ DNA はね、打ち勝っていかなきゃいけないね。阪神投手陣がしっかり頑張って、ね。そこでロースコアの展開でどこでまず勝ち切れるのか、ほこたく大切。ていうところで、DNA はね、10アンダで。 勝ち切るっていうね。まあ、このね、2番に入った牧5打数3アンダ打。佐野がね、3番に入って5打数3アンダ打っていうところで、まあ、梶原はね、せあの1番に入ってノーヒットでしたけども、こう2番、3番が猛打賞で躍動していくっていうね、チャンスメーカーになったのは、えー、大きかったかなっていうね。で、DNA はね、えー、初回ね、ね、えー、1アウトからね、牧、佐野が連続ヒット。で、牧のツーベース。で、1アウト1、3塁からオースティン敬遠。で、1アウト満塁から宮崎のファーストファールフライ。 ここでね佐伯がねね、えー、ちょっと序盤ね変化球高いっていうところとちょっと慎重に行ったっていうかね打たれたくないっていう思いが強くてなかなかストライクゾーン投げ込めないんだよねでもこのね宮崎の3ボール2ストライクからストレートをねファーストファールフライに打ち取って これで一気にね変わるかなとまっすぐ自信あるよとまっすぐ行けるよっていうところでえ変わるかなっていったところの1球でしたし、まあ、その後桑原は、ね、セカンドフライに打ち取ってこのね序盤0点というのは阪神にね流れが来るかなっていうところでしたけどもまあ、佐伯としては、ね、5回87球7安打2343491失点で d n a は、ね、先発東4回50球3安打3341デッドボール無失点自身が打って走って足、ハムストリングねあれやっちゃったね。 これがその次の回も投げたからねどうなのかっていうのもあるけどもちょっと負傷交代、これはね日本一に向けては d n a かなり心配なニュース、まあ、またね続報が出ると思うんでねそこら辺はねケアしてみておきたいなっていうところはあるけども。 えー、2回もね、DNA は森がセンター前ヒット出るけども、伊藤光だ、ね、伊藤光ダブルプレイっていうところで、まあランナー出るけどもね、なかなか得点チャンスを結びつけず、で2回裏ね、阪神も2人ランナー出すけども、ワンアウト1、塁から木浪がね、三振んで9番最近になっちゃったんでね、ピッチャーゴロっていうところで、まあ序盤なかなかね、両チームともチャンス作るけども、1本出ず、なかなかね、どういう動きをするのかっていう中で、3回ね、え、牧センター前、で、佐野がレフトへツーベース、で、ノーアウト2、3塁から、 オースティン三振そして宮崎敬遠で満塁策を取って桑原ねこれのショートゴロ才木としては打ち取ったんだけどもボテボテすぎだねあれはあれはもうねダブルプレー無理だねでまあねあのセカンドアウトになってダブルプレー崩れで,で先制ね d n a としては。 まあねチャンスも作りながらね、えー、牧、佐野がね連続ヒットを2回打ってねこれ無得点だったらやばいなっていう展開でここ1点取れたものが非常に大きかったしで、えー、3回、4回、5回、6回とね、えー、東はね、えー、完璧に、えー、投げ切るんだけども、ねえー、先ほども言ったようにこの、ね、4回表先頭東がレフト前ヒットに出るんだけども ここで若干なんかね足の違和感あって4回裏ね、ね三者凡退で抑えきるけども、えー、5回の裏からピッチャーね山崎康明に変わってこっからの d n a リリーフ陣クッピッチ、ね、山崎康明、えー、佐々木千早、えー、坂本伊勢で森原とねしっかりリリーフが踏ん張ってこの山崎康明、佐々木千早坂本この567これ、一番素晴らしかったねこの3人にグッグッグすらしいピッチング。ね でその中で、えー、7回で d n a ワンナウトからねマキツーベース佐野が、ね、レフト前ヒットワンナウト、一、三塁からここでね桐敷から石井に変わるんだけどもオースにねちょっとど真ん中入っちゃって宇宙間を抜けるタイムリーツーベースで2点で3対0、まあ、これでゲームあったかなっていうね、えー、ところでは d n a がもうやりたい野球ね打ち勝つっていうところではしっかりになったかなと、まあ、逆にねちょっとね伊勢、森原っていうところがね あの d n a もバたつくんだけども8回裏、ねえ伊勢先頭、木浪フォアボールで代打、渡辺三振するけどもえ近本がねえライト前ヒットでつないでワンアウト、一塁ここでね3点差まだあるよっていうところでまあ中野セカンドところ森下ね最後、見逃し三振っていうところで森下がしっかり。 伊勢がねしっかり踏ん張るで9回はね、えー、森原が上がって先頭、大山ね詰まりながらもヒット、ライト前、ね、で佐藤、三振、佐藤ちょっと全体的にまっすぐ立ち遅れしてるよね振り遅れてるかなっていうねで前川右ねそのまっすぐを引っ張り込んでライト前ヒットで梅野がねサードゴロでアウトになるけどもツーアウト2、に三塁から木波がレフト前タイムリーで行って2点差、ツーアウト1、に三塁代打、原口どうなるのかって打った瞬間、おっと思ったけどレフトライナーゲームセット。 だからまあ dna としてはねこの戦前の、えー、予想通りっていうかね、えー、打線ではマッキーがね、えー 大阪神3割3分3厘で当たってますよっていうところで今日も、ねえー、猛打賞、佐野はね、大阪神2割6分7厘と、まあ、そのめちゃくちゃ打ってるわけじゃなかったけども、まあ、今日いい形、ね、でオースティンは、えー、半阪神、ね、18打点というね、えー、得点圏打率3割8分クーンとね、かなりこう、ね、相性ありますよっていう中で今日も、ね、しっかり打点2を稼ぐっていう中ではね。 非常にねこの打線 d n a 打線、あ DNA 打線ね阪神の相性良さっていうのが、えー、前面にも出たしね、まあ、東としては、ねえー、対阪神、ね、5000発して3クオリティスタート、まあ、左利も高いしねウィップも高かったかなっていうね、えー、ところもあったけども、まあ、しっかりね、えー、抑えきったっていうところではよかったけどもねちょっと足が心配かなっていうね、えー、中ではまあ今後ね。 どうなっていくのか、まあ、阪神としたらね、えー、佐伯がね、えーまあ、一失点でね踏ん張ったけどもねリリーフ陣石井だけが若干ね対 d n a に相性悪かったっていうところもあるけども、まあ、そこオースティンがねしっかり、えー、まとめ切ったっていうのもあるし、えー、打線としてはね全体的にに d n a にね,にね、えー、相性いいっていう選手はね、まあ、近本だったりね、えー、するところあるかなっていう中でも、まあ、打ったけどね 最後の1本が出なかったね最後の1本が出たね d n a 最後の1本が出なかった阪神というところではまあ3対1、ね、d n a 1 0安打でしっかり物にするで明日がね明日は高橋ルトジャクソン高橋来たね俺大竹かと思ったけど高橋来たね2戦目でねまああとはこの2戦目で投げていつ今年ね結構中10日とか開けて,て投げたから ファイナルに向けてはもう1回投げれるのかどうか分からないけども高橋できたね、もうまあ負けられないっていう中ではね、これはね、高橋ね、d n a ジャクソンはね、これはまあ予定通りかなっていうね、ジャクソン、阪神戦にね、相性いいっていうところもあるしね、ここら辺、どうなるか、でも明日も同じ展開だね、d n a は打てるか、強力打線で、阪神はしっかり先発が抑えて、先制してロースコアの展開で持っていけるか。で調子に乗ったら 1> 1人大量得点っていうね、まあ、その流れを作れるかどうかがポイントだね、まあ、その選表としてのこういう試合展開かなっていうのは大体、まあ、短期決戦だからねそんなお大お味の暴れるっていうところは初戦からなかなかないからねどのチームもエースが投げてくるからね。 まあそういった意味ではちょっとしたミスね勝負どころの1本こういったところが、ね、短期決戦はね勝負をしていくんでねまあ、明日も阪神はピッチャーを抑えられるかその間に先制点取れるかどうかが勝負だし d n a は今日ね、ね相性よかった選手がバーって勢いに乗っていけるかどうかまあ,あと、ジャクソンのね口頭も光る。まあ、何とっっても今日リリー夫人がねっね良かた 最後、伊勢、森原はバタバタしたけどリリーフ陣が良かったとっいうところはかなり収穫だし、まあ、日本ハム、ロッテはね、まあ、同じような展開やっぱりレイエス、清宮に、ね、やっぱ長打を打たれないようにすることっていうのがロッテは重要だし日本ハムとしてはねちょっとシュンとなってるからここでレイエス、清宮はホームランって勢いに乗ってお祭り騒ぎでいけるか試合前からもっとお祭り騒ぎでいけるかどうかがね、えー、ポイントなんじゃないのかなと、まあ、ロッテはねこのままの勢いに乗って先発がしっかり抑えてロースカイの展開で勝ち切る、ね、これが一番の勝ちンかなと。 d n a ロッテが戦勝してファーストステージねどうなるのかファイナルに進むのはどっちなのか明日の試合を注目していきたいと思います。ということで佐々木のチェックチェック総チェックでした。